はい、今回も始まりました、教えてツッツ先生、音楽師、私ピアノ講師のツッツと申します。よろしくお願いします。はい、この配信ではですね、皆さんに気軽に楽しく音楽を学んでいただきたいと思いまして配信しておりますので、最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。はい、本日はですね、フランツ・リスト、ピアノの魔術師と呼ばれたロマン派というか、もうクラシック界最高のピアニストですね、フランツ・リストについて解説したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それではどうぞ。フランツ・リストについて本日は解説していきたいと思います。先ほども言いましたが、ピアノの魔術師ですね。すごいのよ、ピアノが。ピアノがすごいって言うとなんかもう軽く聞こえるけど、もう最高傑作と言っていいんじゃないでしょうか、ピアニストとしてね。で、なおかつね、めちゃめちゃイケメンなんです。めちゃめちゃイケメン、いわゆるね、なんていうの、ワンレンなんです。髪の毛が、髪型がこうワンレンでですね、超イケメン、端正な顔立ちですよ。シュッとしてはるんですよ、目鼻立ちはちゃんとしてて。で、なおかつね、手がね、めちゃめちゃでかいらしいんです。普通ね、これ僕の手あるでしょ。これね、だいたい僕使えるんで言うと9度なんですよ。9度だから、ドから0ですね。ドからドがオクターブで8度なので、まあ僕で使えるって言うて9度ですね。まあギリ10度までは届くんですけど、まあ曲の中で使うのは難しいですね、10度でも。でもこのフランツ・リスト、なんと12度ですよ。12度がどんだけかっていうと、ドからソです。どうからそう、めちゃめちゃでかいんですよ。だからね、いまだにこの人の曲なかなかね弾けないの。なぜなら物理的に難しいから。10度届かんと弾けへん曲とかがいっぱい、だから12度届かないと弾けない曲がいっぱいあるので、この人の、曲を弾くピアニストがなかなかいないんですよ。まああるのはあるんですよ、この人の曲を、フランツ・リストの曲を弾いてる現代のピアニストもいてはるんですけど、もうめちゃめちゃ少数ですね。あのショパンとかやとさ、まあ同時代でよく比べられるんですけど、ショパンとかはショパンコンクールとかあるじゃないですか。もうリストはね、なかなか弾けないので、まあそういう大会とかもあんまないですね。すごいので、ね、もうめちゃめちゃモテるんですよ。そのワンレンで超イケメンで、ピアノバリうまいんでしょ。で、演奏会でもうね、自分がイケメンって分かってんの、この人。だからもうね、もう超カッコつけて、こうワンレンを髪の毛かき上げて、こうピアノの前に座るんですよ、こうサッと。でもそっからもう酔ったような感じでピアノ弾いてですね、もうキャーキャーですわ。すごいの、アイドル的な、めちゃめちゃアイドル。これも意識的にやってたみたいですね、当時。この時代ってね、ロマン派も後期になってくると、音楽がですね、いわゆるポップス、民衆のためのもんになっていくんですよ、どんどん。ってなるとどうなっていくかというと、どんどんね、ポピュラーな音楽になっていくの。要は分かりやすい音楽、音楽あんま詳しくない人でもすごいな、例えばこう演出とかね、パフォーマンスとか、音楽以外の部分でもすごい盛り上げようぜみたいなのがすごく受け入れられるんですね。ちょっと前にやったパガニーニさんもそうですね、自分は悪魔だーみたいな感じでこうキャラ作りとかして、これね、フランツ・リストさん、パガニーニに非常に影響を受けておりますので、そういったエンターテイメント性も持ってはる方です。でね、あと何がすごいって、この人ね、交響詩っていうのをやってるんですよ。交響詩、皆さんご存知なのは交響曲でしょ。交響曲って要はオーケストラですね。で、交響曲ってね、要は音楽以外の情報を一切入れないんですよ。音楽だけ聞けーです、音楽だけ、それ以外の情報はいらねえぜっていうのが交響曲なんですけど、やっぱりね、それだけだと伝わんないし、分かんないでしょ、みんなも。交響曲だけ聞いて、なんか音楽、いや、いいのは分かんねんけど、何を言いたいのかとかまで、やっぱ難しいじゃないですか、その音楽詳しくない方って。なので物語をつけてます。まあこれね、詩って書いてあるから、まあ、言葉がメインではあるんですけど、その他絵とかね、絵とか、まあ、演劇とか、いろんなものに対してこうオーケストラをつけてるってことですね。これね、革新的です。
いわゆる、前のね配信見ていただいて分かりますけど、僕何回か絶対音楽、表題音楽っていう説明してると思うんですけど、まあそちら見ていただいても分かるかなと思います。まあ割と革新的で結構叩かれてますけどね、やっぱりこう古き良きものを、交響曲とはこういうもんだっていう人らにとってはすごく邪魔な存在だったんですけど、交響詩、まあ今では一般的ですけどね、こう口で説明するとかね、当時は割と革新的だったので、まあ割といろんな人から叩かれてるみたいな感じですね。この方が初めてです、交響詩という言葉を作ったのはね。でこんなフランツ・リストさんもアイドル的な、超絶アイドル的な人気を誇ったフランツ・リストさんなんですが、1811年ですね、ハンガリーで生まれになってるんですが、現在のオーストリアです。今はあの辺ってね、割と国の形がねボコ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 変わってて、一応ねハンガリー出身のピアニストなんですけど、現在の生まれた場所はオーストリアですね。まあでもハンガリー出身です、当時はハンガリーやったんで、ハンガリー出身のピアニストです。でね、お父さんが、まあ、あのアマチュアのピアニストをやったんですね。アマチュアのピアニストで、でまあちっちゃい時からその演奏とか見てたんですけど、お父さんがですね、このリストパパが、あれこいつ才能あんじゃねっていうので、ちょっと7歳からねピアノを始めさすんですよ。ちょっと遅いよね、7歳ってやっぱピアノ、クラシックのピアニストとしてはちょっと遅めやと思うんですけど、7歳からピアノを始めます。そしたらもうめきめき上達してやね、めきめき、もう2年後よ、 2年後やで、たった2年間でもう公開演奏会開いてます。まあ要はライブっすね。たった2年で、ピアノを始めて7歳の子がたった2年で、あの一人でソロのコンサートを開いちゃってます。で、これを見に来ていたハンガリーの伯爵、まあエステルハージ家とかね、お父さんエステルハージ家で働いてたりしてたんですけど、まあ要はあのパトロンみたいな人が、なんやこの天才、神のわっぱと書いて神童やな言うて、伯爵がね、もうこいつはすげえってなって、もう神童や言うて、神のわっぱや言うて、でね、お金出して、当時そういう文化があるんですよ。パトロンの間では才能がある若い子にお金出資する、まあ本来パトロンってそういうことですよね。本来のパトロンの意味って、若い才能ある子にお金を出資するのがパトロンじゃないですか。なのでこの9歳のリストにお金出して、音楽の勉強しにウィーン行ってきなさい、やっぱ音楽の都ですからね、ウィーンは。で家族ごとウィーンに行きます。でそこでですね、これピアノやってる人だったらね馴染みあると思うんですけど、ツェルニー先生、ツェルニー先生ですよ、ツェルニー先生、これ分かるかな、ツェルニー、ここでこの名前出てくるって感じなんですけど、ツェルニーとね、これツェルニーさんって、あの未だにねあるんです、ピアノをやるちっちゃい子はツェルニーさんが書いた教則本をやるんですよ、ツェルニーっていう、聞いたことある。これちなみにベートーベンのお弟子さんです、もう一番弟子ぐらい。いまだにこう今ピアノ習ってはる子供とかが練習するような、いまだに残ってる教則本があるんですよ。僕が言うてるハノンとかね、 あれと同系列ですね、ブルグミュラーとかで、テルニーっていうのがあって、このテルニー先生に弟子入りします。これすごいことよ、いまだにすごい名前が売れてるからね、いまだに名前が売れてるんですよ、テルニーさんは。普通の楽器屋さんでテルニーの楽譜とかが置いてあるから、すごい方で、ちなみにベートーベンのお弟子さんです。でね、ウィーンでもやっぱり演奏会開いたらすごい大人気なんですよ、めちゃめちゃ人気、もう大成功なんですね。で、ウィーンは当たって2年目かな、まあ、このツェルニーさんのこうつてもあるんですが、ベートーベンが見に来るんですよ、このリストのウィーンでの公開演奏会に。ほんでちっちゃいね、こう、リストを抱えてですね、おでこにチュッてやるっていうね。何このエピソード。天才同士が何じゃれやってんのって感じじゃないですか。ベートーベンがリストの公開演奏会に来て、この天才なんや、すげえやつがおるってなって、おでこにチュッてやるっていうエピソードがね、残ってたりしますけど、まあでもそれもね、ちょっとよくわかんないですよ。この時、ベートーベンってもう、耳が全く聞こえない時なので、ベートーベンは何を聞いてリストすげえって言ってんのかっていう謎は残るんですけど、一応そのベートーベンがリスト、ちっちゃいリストにこうおでこにチュッてやって、頑張れよすげえなお前みたいなエピソードが残ってるという。ウィーンで大活躍した後にパリに行くんですよ、パリで、パリにパリ音楽院っていうね、音楽のね学校が、でパリ音楽院ね、
こう行くためにパリに行くんですよ。で、ただね、パリって、未だにそうですけど、フランスってなんか差別すごいイメージないですか？フランス、オフランスって。これね、パリの音楽院、頼みます！僕天才です！入れてくださいって行くんですけど、君、ハンガリー人やろ？って言われて、外人うち入られへんねん、フランス人しかダメやねんって言われて、入れなかったんですよ。わざわざパリまで行ってんのに。だからね、この人、この後も大活躍するんですけど、基本的に体制、古き良きものとか、それまである体制に対してすごい嫌悪感があるんですよ。多分ね、これやと思う。この自分がハンガリー人やっていうので、フランス人からこう、うちの学校入れませんっていうのが多分ね、強烈なトラウマみたいなになってて、もう新しいこと、もう誰もがやってないことを俺はやるんだっていうのに多分ね、ここで行き着いてると思うんですね、この人。言うてこれ、中学校、高校生ぐらいですからね。この後、パリ音楽院入れないんですけど、もう独学で勉強して、で演奏会もやって、でもうその時からね、もうキャーキャーなんです。なぜならめちゃめちゃイケメンやから、イケメンでめちゃめちゃピアノ上手いから、この人もうキャーキャーなんです。もう女の子キャーキャーワーキャー、そういうね、資料とか残ってるわ。リストがピアノ弾いてて、客席で女の子わーなってるみたいなね、写真ええかな、ええとか残っております。まあそんぐらいね、割とこう女性に表になられた方なんですけど、でそのね、演奏旅行に行きますね、この方ね。やっぱり大人気やから、クラシック史上最イケメンですから、この方ナンバーワンです、トップオブイケメンで、演奏旅行に行くんですけど、やっぱりね、中学生、高校生ぐらいの時に、もう結構ね、僕らも、同じ、並べたらあかんよ。並べたらあかんけど、僕らもね、こう、ツアーとか回るじゃないですか。ツアー。バンドでツアーとか回るじゃないですか。やっぱ結構応えるのよね。ツアーで、こう、点々としてると。疲労が。で、体調悪くなっちゃいます。で、まあまあ、フランスにちょっと療養に行くんですけど、これね、お父さんがプロデューサーみたいな感じで演奏旅行についてたから、お父さんも大変なのよ。お父さん演奏せえへんよ。せえへんけど、その旅ってやっぱ大変なのよね、こう、興行って。だから、お父さんね、この、リストが調子悪い言うて、行った先で、まあ、フランスで療養してたんですけど、そこでね、お父さん亡くなっちゃいます。で、お父さんが死ぬ前にめっちゃ気にしてたのが、もうほんまに俺の心残りはお前の女性関係だけやって言うて亡くなってるんですけど、まあなので、こっからちょっと働かんとダメじゃないですか。働かんとダメなのよ、お父さんいなくなっちゃったし、家族養わなあかんから。なので、ここはね、ピアノの先生やるんですけど、この人ね、めちゃめちゃ女性関係がすごいんですね。で、ピアノの教師なんですけど、お弟子さん、まあ、いっぱいいるじゃないですか、生徒さんがね。最初の大恋愛するんですけど、自分の弟子と。まあ、それはね、由緒ある家柄の娘さんと恋愛になるんですけど、やっぱりそんなん、ピアニストね、やっぱりこう、貴族からするとさ、一ピアニスト、そのどこの馬の骨かもわからへんピアニストと、うちの娘が結婚するとか付き合うとかあかんって言って、結局ね、その向こうのお父さんが原因で、失恋しちゃいます。もう大恋愛するんですけど、失恋しちゃいますね。この人、これね僕もよう分からへんねんけど、僕よう分かんないんですよ。僕もよう分からへんねんけど、この人ね、節々で、人生の節々で、俺は聖職者になりたいって言ってるんですよ。聖職者って神父さんとか、教会とかに勤める人ね。司祭とか。言うてるんですよ、この人、人生の至るところで。俺は聖職者になりたいって。でも、この人、めっちゃ女癖悪いし、この後もう、結構な泥沼にも陥っていくんですね、女性関係で。どの口が言うてんのと思って。でもね、この人落ち込むと結構俺は、神父になるとか、司祭になりたいってめちゃめちゃ言うんです。まあそれをね、周りの人間が止めて、まあ、ピアニストでずっといるんですけど、まあ最初の大失恋がね、ここで待ち構えております。ね、リストといえば、一番有名な曲って皆さん何か分かります？
一番有名なやつ、一番有名なやつですよ。まあ、リストの曲ではないかもしれないんですけど、ラカンパネラ。まあ、さっき僕がね、ちょっと弾いてましたけどね、ラカンパネラね。1831年にパガニーニ、前回、僕、前回というか過去にやりましたね、パガニーニ。パガニーニのカンパネラを聴いて、まあ、パガニーニのライブ演奏会行くんですよ、リストは。もう、超衝撃受けるの。なんじゃこの超絶技巧はと。で、その時も言いましたけど、いわゆる超絶技巧のことをビルトゥオーゾって言うんですけど、俺は、パガニーニはバイオリンのビルトゥオーゾ。俺はピアノのビルトゥオーゾ、超絶技巧をする人になるんだ言うて。で、この翌年にそのラカンパネラ書いてるんですよ。だからもう1年で、今でも演奏されているラカンパネラを書いちゃいます、この人。まあ、元のね、このパガニーニのカンパネラがあるから、まあ、編曲みたいな感じなんですけど、まあ、一応は、リスト名義ですね、ラカンパネラはね。ラカンパネラは。でね、この人、作曲家でもあるんです。いっぱい有名な曲とか残してるんですけど、この人ね、今で言う、バカテクの YouTuber みたいなこともこの時やってんの。要は普通ってこの時代って自分が、まあ、モーツァルトとかもそうやけど、自分が書きたい曲書くじゃないですか。作曲家さんってやるでしょ、自分で書くじゃないですか、曲を。じゃなくてね、この人ね、過去やってますね、ベルリオーズとかシューマンとかシューベルトとかベートーベンとかバッハの、いわゆる、まあ、例えば歌曲とか器楽曲をピアノアレンジして演奏すんの。これ今のピアノ系 YouTuber と一緒じゃない？ピアノじゃない曲をピアノアレンジ、バカテクのピアノアレンジに直してみんなの前で発表するってことをめっちゃやってたんです。なんかね、今のピアノ系 YouTuber の走りですよね。今のピアノ系 YouTuber もルパンとかさ、グレンゲとかさ、残響参加とかをめちゃめちゃテク、バカテクアレンジでピアノで弾くじゃないですか。で、発表するじゃないですか。まあそういうことをね、今度やってたんですよ、この人。もうこの時代に。いい質問ですね。この頃ってカバーとかってあんまないのよ、そういう概念が。クラシックやからね、もちろんカバーはあんねんけど、いわゆる、その、オーケストラの曲はオーケストラで演奏するし、例えばバイオリンの曲はバイオリンで演奏するのよ。当たり前っちゃ当たり前やけどね。ピアノの曲はピアノで演奏するし、歌は歌でやるし。ただこの人は全てピアノアレンジにするの。バカテクやから。そのできちゃうのよ。オーケストラみたいに何十人とおる曲をピアノだけで表現できるのよね、この人はね。まあだから逆に言えばこの人にしかできないことかなのかもしれませんが。でね、リストと同時代のピアニストといえば、はい、ショパン。ショパンですね。でね、このリストを語る上で、まあショパンもそうなんですけど、リストとこうついに考えると、お互いの人間性がね、すごく面白いんですよ。この人めちゃめちゃモテるんですね。もうちっちゃい頃から、ピアノ始めた頃からワーキャーですわ。いわゆる陽キャなんですよ。友達めちゃめちゃ多いし、 誰とでもすぐ仲良くなるし、イケメンやし、派手やし、ピアノもね。で、対してショパンっていうのはお互い認め合ってはいるんですよ、ピアノをね。ショパンは割と陰キャなんです。めちゃめちゃ暗いんですよ、あの人。ピアノ聴いていただいてもそうですね。割と叙情的じゃないですか。で、やっぱりね、リストは大きいホールで演奏したいので、対してショパンはちっちゃいところで気の知れた仲間の前でピアノ弾きたいんですよ。コミッションみたいな感じ。そう、派手好きなんですね。めちゃめちゃ派手好きがリストで、ちょっとこう叙情的で暗いのがショパンなんですよ。リストって超絶技巧でしょ。リストは超絶技巧のピアニストって僕ずっと言ってますよね。で、初見で楽譜ね、楽譜を見た瞬間にパーってピアノで何でも弾けちゃうのよ、リストって。ただただね、ショパンのね、12の練習曲作品10っていう曲があるんですけど、これだけ初見で弾けなかったんですって。もうリストがもう、はい、この譜面弾いてって言ったら、もうリストはバーじゃーんって弾くんですよ。どんな曲でも、どんな難解な曲でも弾くんですけど、ショパンが作曲した12の練習曲作品10だけは弾けなかったんですって。で、めっちゃ悔しいから、めちゃめちゃ悔しいから家に閉じこもってやね、 1,2 週間閉じこもって、もうそのめっちゃ練習してるんですって弾けるようになるまで
でみんなの前に突如として現れて弾けたで言うて、もうそれ初見じゃないやんやけどね、君めちゃめちゃ家で練習してきてるやんって感じやけど、まあそういうちょっと子供っぽい可愛らしい一面もあります。弾けへん曲が悔しいから家でめっちゃ練習してて、はい初見で弾けたでみたいなね。女性のね噂が常にあるんです。もう、もう恋人愛人は常に何人もいてはるんですけど、まあさっきね、自分のお弟さんの話しましたけど、まあその間もいっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですけど、ね、ダグ伯爵夫人のマリーさんと恋に落ちるんですね。これ、ダグ伯爵夫人言うてるんで、これ、あれなんですよ、不倫なんですよ。で、そのマリーさんと恋に落ちてですね、4年同棲して子供2人生まれます。お子さん2人儲けちゃいますね。もうだから略奪的な話ですかね、すごいですね。まあ結局ね、まあもちろん一人には決めれないのでリストさんは、まあ破局はするんですけど、まあダグ伯爵夫人のマリーさんとの間にお二人お子さんを設けてます。まあこれにもねちょっとまた後で面白い話があるんですけど、でね、あとさっきのショパンの、そう、負けず嫌いの話なんですけどね、負けず嫌いなんですよ、めちゃめちゃ負けず嫌いなの。さっきのショパンの話もあったけどね。で、いわゆる超絶技巧のリストさんなんですけど、やっぱりね超絶技巧のピアニストって現れるじゃないですか、節々で。当然タールベルクっていう若手の超イケてるピアニストが現れるんですよ、この時代で。もうほんまにすごいのよ、リストぐらいすごいと言われてる当時ね。プロレスですわ、あいつのピアノ全然あかんみたいな、もう方々で抽象しまくって、気悪いから俺より上手いとかって言われてたりするから、このタールベルクは、若手のイケイケピアニストが、もう いろんなところでタールベルクの悪口とか言うんですよ。でもある日突然、お前決闘やって言って、喧嘩じゃないですよ、ピアノで勝負、ピアノで勝負しようぜ言うて、タールベルクや言うて俺とピアノで差しで勝負や言うて、タールベルクとこうピアノをねこう引き合ってですね、どっちがすごいかって言って、まあ結局リストが勝つんですけど、だいぶやばいでしょ。まあピアノで決着ついてるからね、まあまあだいぶ平和的ではありますけどね。まあ割とね、だからね負けず嫌いです。まあでもそうやね、すごいやつって大体負けず嫌いですよね。大体トップ取ってるやつってすごい負けず嫌いじゃないですか。まあこういうエピソードが残っております。でまたね女性の話になっちゃうんですが、今もうロシアウクライナで話題のキエフ首都ですね、よう最近名前聞くと思います。ウクライナのキエフに、まあこの人演奏旅行めっちゃ行く人やから、いろんなとこ呼ばれて演奏旅行行くんですけど、ウクライナのキエフで演奏旅行があった時に公爵夫人のカロリーネさん、カロリーネさんとまた恋に落ちるんですよ。もう秒で秒で恋に落ちちゃうの、公爵夫人よ。またこれもだから旦那さんいての話ですからね。でもうめちゃめちゃ大恋愛になってですね、で、付き合うんですが、まあこのねカロリーネさんが、まあやっぱ寂しいやん、好きな人がさこう演奏でいろんなとこ回ると寂しいじゃないですか、カロリーネさん。だからカロリーネさんはもう演奏旅行やめてさ、そろ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 もうええおっちゃんやから、もうライブとかやめてその作曲とかやったらどうって言うて、でおーそやな言うて、リストもお前が言うんやったらちょっと作曲の方に頑張ってみようかな言うて、でですねワイマールのまあ、宮殿みたいなとこ呼ばれて、そこで作曲活動に入ります。で、このねカロリーネ夫人もねワイマールついていくんですよ、結果追っかけるんですリストー言って、でそこでね作曲とか指揮、まあ、この辺でねめちゃめちゃいい曲いっぱい書いております。この辺ぐらいからですね作曲に軸足を置き出したのは。でこのね公爵夫人のカロリーネさんと結婚したいんですよ。でも結婚したいってことはカロリーネは公爵夫人なので離婚せんとダメじゃないですか、カロリーネはね旦那さんと。なのでローマ、この時ね結構大変なんですよ離婚すんのって。で当時ね結婚を取り仕切ってたのはカトリック、いわゆるキリスト教なので、まあ、キリスト教の大本山ローマ、ローマで直談判したらいけるやろ言うて、
で2人してドーマに行くんですが、まあ、結局ね、いやそれあかんで君ら言ってキリスト教から、いや君はそんなんじゃ無理です言われて、結婚できませんよ言うてで結局ね、このままローマ、ワイマール、ブタペストっていうところでこう教えたり作曲したりで、あとね指導に当たるんですね。指導先生になるんです。でこの時もうすごいのよ、もうみんながしめちゃめちゃいろんな後の有名な作曲家来てるんですけど、皆さんが知ってるので言うとチャイコフスキーとかスメタナとかドビュッシー、あとサンサーンスとかがですね、リストさん僕に作曲教えてください、ピアノ教えてくださいって言ってめちゃめちゃ来るんですよ。すごない？後のね音楽家に多大なる影響を与えてるんですよ、リストさん。でこの人ね、ずっと俺は聖職者になりたいと、教会で働きたいって言ってほんまに聖職者になります。この後頭丸めて僧になるんですよ。でこの頃からね割と宗教曲を書くようになりますね。だから夢叶ってんのよね、割とこうちっちゃい頃から僕は聖職者になりたいんだって言うてたのがやっとここで叶います。でですね、この人演奏旅行もまだやってたんですけど、もう年老いてもやっぱねテクニックって衰えなかったみたいね。もうほんま死ぬ直前まで割と演奏してたらしいんですけど、もうすげえもう全盛期かみたいな、悪魔やって言われて、だからその辺もパガニーニと一緒ですね。パガニーニも悪魔やってみんな言われてたんですけど、このリストももうおじいちゃんやのにもうバカテクやからみんなから悪魔って言われてたみたいな。でね、まあ結局この最後の演奏旅行中に体調崩しちゃって、でそのまま肺炎になって74歳で亡くなります。まあ長生きよね、でもねすごい長生きですよ、やっぱり作曲家の中では音楽家ね、やっぱ短命の方が多いですけどね。でね、あと面白いエピソードが、リストってめちゃめちゃ爆音鳴らすんですよ。打弦もすごく強いの、超絶技巧で音がめちゃめちゃでかいんです。でピアノのね弦が切れたり壊れたりすんねんて、演奏中にもう圧がすごすぎて、ピアノの圧がすごすぎて、だから演奏会ではピアノを2台ぐらい予備で置いとかんとダメっていう。ほんでこのリストのこのすごい演奏にも耐えれるピアノって打ち出してるのがベーゼンドルファーですよ。ベーゼンドルファー、世界三大ピアノ、皆さんわかります？世界三大ピアノ、スタインウェイ、日本で一番馴染みがあるのはスタインウェイですね。スタインウェイ、そして今言うたベーゼンドルファー、あともう一個はベヒシュタインっていうねピアノが世界三大なんですけど、まあそのリストがどんだけ激しく言うても壊れませんよ。実際壊れなかったみたいです、ベーゼンドルファーのピアノって。はい、本日はフランツ・リストについての解説でございました。ほんとね、割とピアニストのイメージがあるんですが、もう新しいことにどんどんチャレンジしていったり、もう後のね偉大なる音楽家に多大なる影響を与えておりましたフランツ・リストさんでした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。またねー。